どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、7ブロックの2020年度、問101から問110までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問101番です。ここからですね、第5章のところについての内容が入ってまいりましたね。頑張っていきましょうね。101番、一般用意検査薬の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C 正解です。それから D なんですが、人体に直接使用しない検査薬では、キットの内容及び成分分量のほか、添加物として配合されている成分も記載しなければならない。そんなことはありません。添加物として配合されている成分は記載する必要はありませんので、D は誤りとなります。ということで、1番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問102番です。次の医薬品の適正使用情報に関する記述のうち、誤ってるものを一つ選びましょうということで、誤ってるのを選んでくださいね。間違えないでくださいね。はい。で、答えは、これ、3番が誤ってる内容です。3番ちょっと読んでいきますね。医薬品の添付文書は、臨時的な改訂を除き、医薬品の有効性、安全性などに係る新たな治験使用に係る情報に基づき、1年に1回定期的に改訂されますよ。違います。添付文書はですね、必要に応じて随時改訂がなされますので、なので1年に1回定期的にというわけではございません。なので3番、誤りですね。はい。ということで次に行きましょう。問103番です。一般用医薬品の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は正解、 B なんですが、消費者相談窓口として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当部門の電話番号、受付時間などを記載しなければならない。そうではありません。総合機構の電話番号ではなく、その商品を作っている、製薬メーカーの、担当部門の電話番号とかを、入れていただく必要がありますので、 B は誤りとなります。はい。ということで、5番が正解となりました。では次行きましょう。問104番です。一般用医薬品の製品表示に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A のみが違いますね。適切な保存条件の下で製造後2年を超えて製造日品質が安定であることが確認されている医薬品においては、使用期限の表示について法的な義務はないよとあるんですけど、これ2年じゃなくて3年です。3年なんですよ。ここもですね、1年とか2年とか5年とか他でもいろいろ引っ掛けてきますので、必ず間違えないようにしといてください。で、これさらにですね、これ第4章と第5章にも、同じような記述が出てるんですよ。今回第5章なので、安定であるものですね。安定であるものは、使用期限の表示の義務はないよって言っているのが、これ今今回のとこなので、第5章に関する内容なんですけど、第4章のところでは、安定でないものですね。安定でないものは、表示の義務がありますよというところが出てくるので、ここ4章と5章では言ってるところが、同じような分野言って、同じところ言ってるんですけど、安定なのか安定じゃないのかによって、義務じゃないのか義務なのかっていうのが変わってくるので、ここよく引っかかりますので、間違えないようにしといてあげてください。はい。ということで、今回は、そこではなく3年というところで引っ掛けてきておりますので、十分に気をつけていきましょう。なので、 A は誤り、それから B、C、D 正解となります。ちなみに C の、配置期限というものも、これも引っ掛けが出てきますので気をつけていきましょうね。それから D の 0.1 ミリリットルというところのこの数字も他の数字で引っ掛けていきますから、ちゃんと覚えておきましょう。はい。ということで、答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問105番です。一般用医薬品の使用上の注意に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。
A は正解で B なんですが、漢方処方製剤を長期連用する場合には専門家に相談する旨が記載されているが、本記載がない、漢方処方製剤は長期連用しても問題ないよ。そんなことないです。漠然的に使い続けるとなんかよからぬ副作用出てきますので、よくありませんので、B は誤りです。そして CD 正解なので2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問106番です。医薬品の保管及び取扱上の注意に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちらも答えが2番が正解となります。 A は正解、 B カプセル剤は、散剤と異なり、一般に冷蔵庫内から取り出した時に湿気を帯びる恐れがないため、冷蔵庫内で保管することが望ましいよ。そんなことはありません そんなことないよみたいなね、湿気を帯びちゃいますから、カプセル剤もね、なので B は誤りとなります。だからシロップだけですよ、冷蔵庫内で OK なのは。他はダメですから。なので B は誤りです。はい、それから C は正解、 D はエアゾール製品の添付文書には保管及び取扱上の注意の項目に高圧ガス保安法に基づく注意事項が記載されているが、その要件の表示は義務付けられてませんよとあるんですけど、義務付けられておりますので書いてありますから、なので D は誤りとなります。ということで答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問107番です。法の規定により、医薬品による、副作用などが疑われる場合の報告に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びましょうということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですが、医薬品の販売などに従事する専門家は、購入者などに医師の診断書の提出を求めて、医薬品安全性情報を報告書に、添付した上で報告しなければならないとあるんですけど、これ医師の診断書とかを、つけていくのは、これは給付請求を行う時です。なので本人または家族が、自分これだけ治療費かかって、お薬ちゃんと使ったのにもかかわらず、これだけ医療費かかっちゃって、治療代ですごく大変なんですという人に関しては、国が助けてくれる制度がありましたので、そういった時の給付に関しては、こういった医師の診断書とかが必要になってきます。ただ今回は、この医薬関係者などの専門家ですよねが、購入者に、医師の診断書の提出を求める必要はこれはございませんので、 A は、誤りとなります。はい、そして B は正解、それから C は、体に変調を、きたすが、入院治療を必要としない程度の、健康被害については方向の対象とはならない。そんなことないです。これも方向の対象となりますので、基本的にどんな健康被害でも報告してあげてください。はい、だから C は誤り、そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問108番です。企業からの医薬品の副作用などを報告制度に関する記述の制御について、正しい組み合わせを1つ選びましょうということで、今度は企業からの報告になりますので、医薬関係者からではありませんので気をつけていきましょう。はい、ということで答えはこちら、1番が正解となります。 A は医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後の一定期間、おおむね8年ではないです。これ、おおむね3年になりますので、十分に気をつけておきましょう。おおむね8年の方に関しては、今まで医療用医薬品として使った経験がなく、初めて市販薬として登場してきたものに関しては、おおむね8年というものになってきますので、ここどれがおおむね3年、おおむね8年なのかというところをしっかりと理解できるようにしておいてください。はい、そして B と C と D は正解なので、1番が正解となりました。では次行きましょう。問109番です。医薬品副作用被害救済制度に関する記述の成果について、正しい組み合わせを1つ選びましょうということで、はい、こちら答えは5番、全部正解となりますね。はい、このあたりもですね、いろんな引っ掛け問題が出てきますので、給付の種類、しっかりとですね、こういう種類あったなというところをちゃんと確認していただきたいですし、あとはですね、そうですね、あとは大丈夫かな。そうですね。あと B のこの給付費とか事務費とかで引っ掛けてくることもありますので、そんなところで引っ掛からないようにしておいてあげてください。はい、ということで、問109は5番が正解となりました。では次行きましょう。問110番です。医薬品などにかかる安全性
情報などに関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は、安全性情報は医薬品の医薬品医療機器または再生医療等製品について、一般的な使用上の注意の改定よりも迅速な注意喚起や適正使用のための、対応の注意喚起が必要な状況にある場合に作成され、厚生労働省から、薬局などで直接配布していきますよとあるんですけど、これ違います。厚生労働省が配布していくのではなく、その商品を作っているメーカーさんですね、製薬企業が、安全性測候を作っていきますので、そして直接配布、昔は直接配布でしたけど、現在は直接配布だけじゃなくて、メールでも OK ですし、ファックスでも OK ですし、ということで他にも配布方法がございますので、A は誤りとなります。はい、それから B なんですが、安全性情報は都道府県からの命令指示、それから製造販売業者の自主決定に基づいて作成されますよ。確かに、自主決定に基づいて作成される場合があるんですけど、都道府県からの命令ではなく、厚生労働省の厚生労働大臣からの命令となりますので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、4番が正解という形になりました。はい、ということでここまで大丈夫だったでしょうか。特にこれ極めて難しいなというところはあまりないんですけど、ただ引っかかりそうなところもたくさんありますので、特に引っかかったところ、また次にもやっても同じような引っかかる問題も出てくると思いますので、ぜひぜひ自分はどこが引っかかりやすいのかなというところをしっかりと把握しながらですね、問題を解き、そして引っかかった時にはテキストに自分ここ引っかかったよとかチェックをどんどん入れていただいて、確認できるようにしていきます。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと質問などもいろいろお答えしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。